ふわふわの羽毛とつぶらな瞳が可愛いジェンツーペンギンの赤ちゃん。先月、登別マリンパークニクスで3羽のヒナが誕生しました。親がくちばしを広げてヒナへ餌を与えます。親のお腹の中で消化された魚を吐き戻し食べさせています。ヒナの体重はすでに1キロを超えていて順調に育っています。来月にはヘアバンド状の白い羽毛も生えてきそうです。